うるまです。本日の動画はですね、あるファッション YouTuber さんのイベントにオファーをいただいて携わることになったので、そちらのイベントの概要と、告知の方をさせていただければと思います。で、早速なんですけれども、今回お声掛けいただいたファッション YouTuber さんが、しのさんになります。もうね、他のファッション YouTuber さんの動画を見ていただいている方だったら多分知ってる方も多いと思うんですけれども、普段ねプチプラ情報とかを主に扱っている方で、あと有名なところだと源氏さんですね。源氏さんのお弟子さんというところで日々活動している方ですよね。で、今回ですね、そのしのさんが行っているプチプラファッショングランプリっていう視聴者の方のね参加型のコンテストを行ってるので、そちらに今回自分も携わることになったんですよね。で、その携わり方っていうのが、特別審査員として携わってほしいっていうお声掛けいただきまして、その枠でいうとインフルエンサー枠っていうところらしいんだけど、そのいいと思ったスタイリング 1,2,3 位はしのさんの方でピックして、あとはそのインフルエンサー枠として、まあ、その時その時で携わった方がいいと思ったスタイリングを1個選ぶっていうような枠になってるみたい で第1回目がこちらが源氏さんがこの特別審査員の方だったんですよね。今回はね、第1回目の源氏さんからバトンを受け取りまして、第2回目は自分が特別審査員として今回参加させていただくお運びとなりました。で、自分のねチャンネルを見ていただいている方はもう自分のことは分かってくれてると思うんですけれども、まあ、しのさんの動画からね自分のチャンネルに今飛んできてくれた方もいると思うので、簡単な自己紹介をさせていただければと思うんですけれども、私ですね、名前がうるまと申しまして、普段はアパレル企業の方でプロのバイヤーをさせていただいております。その他にですね、個人のプロジェクトとしてオープニングアクトっていうブランドをやっておりまして、日々ねそちらの運営の方もやっております。あと情報発信の方では、チームのチャンネルの方ではスプチャンネルっていうチャンネルに所属しながら、ゆうこちゃんと2人で日々ねファッションの情報を発信しておりまして、あとは個人の方のチャンネルですね、今ね発信してるこちらの個人のチャンネルもなるんですけれども、そちらの方でも自分がいいと思ったファッションニュースっていうのを発信させていただいております。で、今回お声掛けいただいたしのくんなんだけど、面識はあって、でその面識っていうのが今まで計3回かなお会いしたことがあるんだけど、3回とも店頭で会ってて、3回中2回がユニクロかな、ユニクロ U の販売日の初日に会ってて、でファッション YouTuber の方ってやっぱユニクロ U とかそういう人気のコンテンツの販売部は初日に行くことが多いんだけど、そこでね2回お会いしたかな。あとはスプチャンネルの方でやった福袋の開封動画なんだけど、その福袋を買いに初売りでルミネに行ったんだよね。その時に確か1月2日とかにルミネの店頭で会ったのが3回目かな。で、計3回お会いしたことがあるので結構面識あるんですよね。いや、本当動画の通りですね、本当ハキハキ喋る方で、しかも礼儀正しいし、すごい自分としてはすごい好印象な方だなっていうのはずっと思ってて、なかなか若いのにあそこまで礼儀正しい子っていないからさ、すごいなって思いましたね。で、あと話し方の部分も結構動画の中だとね独特な喋り方するじゃないですか。で、結構 YouTuber の方ってファッション系に限らずなんですけど、動画の中と普段っていうのって結構喋り方が異なる人が多いんですよ。自分もどちらかというと全然変わらない方なんだけど、しのさんも本当動画のまんまって感じなので、動画で見たまんまハキハキ礼儀正しい、もうしっかりした方だなっていう印象を持っております。ではですね、今回のイベントのプチプラファッショングランプリの概要の方を自分の口からも簡単にご説明させていただければと思います。詳しくはですね、概要欄にしのさんの動画も貼らせていただいているので、そちらで詳しいことは確認できるんですけれども、自分の方でも、簡単にお話ししていこうかな。で、今回しのさんが主催する、プチプラファッションスナップグランプリの概要なんですけれども、まずルールとしてはユニクロと GU のアイテムを使った夏コーデというテーマで今回は行う予定でございます。で、第1回目の時は全身ユニクロ GU で固めてるっていうルールがあったんですけれども、今回は全身で1アイテムでも GU とユニクロのアイテムがあれば OK とのことです。で、そのインスタグラムの方でですね、スナップを投稿して参加していただく形にはなるんですけれども、その際にですね、しのさんと自分のインスタグラムのアカウントをフォローしていただいて、でその後スナップを投稿する投稿にしのさんと自分をタグ付けしていただければと思います。そうしていただくことでタグ付けしていただくとこちらに通知も来るので、これが参加する方のコーディネートだなっていうのがこちらでも把握できるので、一個一個チェックできるっていう仕組みになってるんですよね。あとは投稿文の方にハッシュタグでプチプラ夏コーデというものを入れていただければと思います。あとはそのスナップを撮影する際にルールがありまして、撮影は自宅の敷地内で行っていただければと思います。まだね、なかなか自由に外出できる機会は少ないと思うので、まあ、ステイホームっていうルールのもと家の敷地内で撮っていただければと思います。確か庭も OK とのことなので、まあ、家の中で撮れないよって方に関しては敷地内で撮っていただければと思います。ちなみにあれですからね、例えばこの街はもう俺の庭だみたいな、そういう特別ルールで街の中でスナップ撮るのも禁止ですからねちなみに参加する際は投稿は一つじゃなくて、もう何度でも、投稿はしていいってことだったので、前回のしのさんの第1回目の方でも一人で10
10回ぐらい投稿してる方もいらっしゃるみたいなので、ぜひぜひ多くのご参加お待ちしております。で、重ねての部分になるんですけれども、しのさんの方でも詳しくご説明していただいているので、概要欄の方からしのさんの動画もチェックしてください。で、そのしのさんの中の動画でもちょっと触れてたんですけど、しのくんさ、俺だけじゃなくてゆうこちゃんとも会ってるんですよね、スペチャンネルので、その時のエピソードと動画の中で話してくれてるんだけど、それをねちょっと簡単にフォローさせてもらうと、ゆうこちゃんって他のファッション YouTuber の方とか、あとは視聴者さんかなに会う機会、もしかしたら今日結構会うかもみたいな、それこそユニクロ U の売り場とか、そういうとこに行く時ってあいつね、めちゃめちゃ緊張するんですよ、ああ見えて。だからね、結構ねガチガチになっちゃってたんですよ、気を張ってたというか。なので、その時たまたましのくんに会った時に結構感情の出し方がなんか難しかったみたいで、あんな感じになっちゃったらしいんですけど、本人すごく反省しててすごいね、謝ってましたなんでね、しのくん許してあげてください。で、今回ですね、自分が携わる上で、自分が選ぶね特別賞というものを用意してるんですけど、しのくんがね1位2位3位のスタイリングはピックしてくれるんだけど、あとはね自分が一枠として自分がいいと思ったスタイリングを一つピックするんですね。で、そのピックさせていただいた方に特別なプレゼントを用意しておりまして、で、そのプレゼントの内容っていうのが、まず自分の私物ないし、あとその方におすすめのものを何かしらプレゼントしていこうと思います。確かね、第1回目の時はゲンジさんのルメールのジャケットかなんかをプレゼントしてて、半端なくねえかと思っていや俺そんな高価なもんあげらんねえんだけどと思ってさ。なので、ゲンジさんのルメールのジャケットとまではいかないんですけれども、自分はですね、ちょっとプライスレスなものを今回副賞としてご用意しておりまして、で、その副賞として用意させてもらったものなんですけれども、そのウルマ特別賞に輝いた方にはですね、その輝いた日から1ヶ月間ですね、ファッションのお悩みだったり、あと普段の買い物の悩みとかですね、そういうものを直接自分がお答えしますという権利をプレゼントさせていただければと思います。ほんとね、ちょっとした質問とかでね、ほんとこれ買おうと思うんですけどどうですかとか、なんかおすすめのこういうアイテムないですかっていう質問がありましたら、DM とかのね形にはなると思うんだけど、そちらを自分に送っていただければ自分が分かる範囲でお答えさせていただければと思います。その期間中であればね、何度でもお答えしますし、もちろん自分も普段の業務とかがあるので、レスポンスとかはね結構まちまちにはなるんですけれども、しっかりねご返信の方はさせていただければと思います。なのでね、ぜひ自分の特別賞も狙っていただきたいですし、あとしのさんの方がピックする1位2位3位の方にも結構豪華な景品もあるので、もうぜひぜひね皆さん参加してほしいんですよ。でね、今回の話をもらった時に、これはねちょっとした挑戦状なんじゃないかなって俺はほんと思ってて、このファッションYouTuber界の中で言うとさ、しのさんって源氏さんのお弟子さんなわけじゃないですか。なんで俗に言う源氏さん一派なわけですよね、ファッション YouTuber の中でもでっかい派閥になるんだけど、もうその方からの挑戦状なわけなんですよ。なので今回のねこのイベントには、もう自分の視聴者さんだったり、もうスペチャンネルの視聴者さんはぜひ参加していただきたくて、もうなんでかっていうと、もうね優勝してほしいんですよ、もう自分の視聴者さんに。普段ねスペチャンネルの情報だったり、あとはねこの自分の個人チャンネルの、偏ってはいるんだけど濃い情報に触れてくれてるみんなだったら、もう絶対に勝てると思うのよ。なんで僕の願いは本当に一つで、自分の視聴者さんが今回の1位2位3位と、あと自分が選ぶ特別賞、全部自分の視聴者さんで埋め尽くしてほしいです。頼んだ。でもね、中にはいや僕たちだけ戦うのは心細いですっていう方いらっしゃると思うんですよ。自分もわかります。とはいえね、自分が今回スナップを投稿するわけにもいかないんですよ、それはフェアじゃないからさ。なのでですね、今回は特別な刺客の方をね一人送り込もうと思ってまして、で、そのね刺客っていうのがね誰かって話なんですけれども、ファッションアプリウェアに最後の最後に参加してきた最後の大物と言われている男で、サムネの顔はですね、いつも同じことで有名なスプチャンネルのサイコパス野郎ゆうごちゃんに今回は参加してもらおうと思っております。ちなみにゆうこちゃんからも了承はいただいてるんですよね。で、ゆうこちゃんが参加する上で、ゆうこちゃん自身の名前が出ちゃったりアカウントで参加すると、フェアじゃないので、今回のイベントに参加するためにアカウントを一つ作ってもらって、そちらの方で参加してもらおうと思ってて、あと顔も出ないように首から上は切ってもらって参加させていただく形になっております。でもゆうこちゃんだったらさ、もう常に自分の隣でファッションニュースに触れてるし、その動画以外のところでも日々ねファッションの話とかいろいろする中なんで、もうこれはね余裕で優勝してくれるでしょっていうところで、もうこれ以上の刺客はいないんじゃないかなと思って、今回ゆうこちゃんを指名させていただきました。まあなんといってもね、やっぱこのイベント盛り上がってほしいからさ、ぜひぜひねゆうこちゃんだけじゃなく、自分のチャンネルの視聴者さんだったり、あとスプーチャンネルの視聴者の皆さんもぜひぜひねお気軽に参加してもらえたら嬉しいです。はい、それでは簡単な告知動画になってしまったんですけれども、本日の動画は以上となります。重ね重ねにはなるんですけれども、ぜひね皆さんの参加お待ちしております。あとですね、今回お声掛けいただいたしのくんありがとうございます。いろいろ一緒に盛り上げていければと思っております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。